イスラエルは3日、エジプトで予定されていたイスラム組織ハマスとの戦闘休止の協議へ代表団を派遣しないことが明らかになりましたイスラエルとハマスの協議では6週間の戦闘休止とパレスチナ自治区ガザで拘束されている人質の解放などの詳細を詰めるとみられていましたしかしイスラエル側が交渉再開の条件として求める人質のリストや 人質と引き換えに釈放されるパレスチナ囚人の人数に関してハマス側から十分な返答が得られなかったとして代表団の派遣見送りを決定したということです。一方、ハマス側は3日、エジプトに到着しています